はい、佐藤選手です。お願いします。今年1年どうだった？そうですね、今年はまあ自力含め自在もいろいろ先輩やってみて、まあ、今コンスタントに優勝ができているので、まあ、足もついてきたのかなって感じはあります。去年の競輪祭でなんか一気にね、お、佐藤みんなやるじゃんみたいな雰囲気あったと思うんだけど、そうですね、去年の競輪祭決勝、まあ、悔しい場面があったので、まあ、それを1年間もぶつけてきたような感じです。ね、はい、まあ、やっぱり練習はこう計画通りできてる？そうですね、まあ、天候に左右されることはあるんですけど、まあ、順調にできてます。さあ、そしたら今年の競輪祭はね、まあ、取らなきゃいけないね。そうですね、まずは決勝に乗ることを目標にしっかり頑張りたいです。小倉のバンクのイメージはやっぱ軽いですね、はい、流れます、うん、ということは逃げた方がいい？そうですね、逃げた方がかかるとは思うんですけど、まあ、いろいろやってみたいとは思ってます。意外とね、うまいこと先行して4コーナーから踏み直すことが多いよね。そうですね、まあ、足が地足タイプなんで、うん、まあ、4コーナーからが勝負かなって思ってます、うん、ね、ナイターはどうなの？ナイター大好きです。どこがいいの？お昼寝が長くできるお昼寝が、はい、なんだ、結構朝ゆっくりなの？そうですね、いつも練習で朝練なんで、睡眠時間ちょっと短いんで、その分ナイターで補うみたいな。そうかそうか、俺が現金の時全勤日よく寝てたもん、はい、夜遊びするからね、全勤日来てゆっくり寝てて、そうで、調整して競争走るタイプだったんで。あ、同じですじゃあ全く不安はなく？そうですね、不安ないです。じゃあ今回一生懸命？はい、一生懸命自力で頑張りたいです。はい、ではファンの皆さんに一言、はい、3日間自力出して頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、頑張って、佐藤選手でした。ありがとうございます。